夏にぴったりレモンヨーグルトチーズケーキ。9人組のアイドルグループジェムズカンパニーの一文字まやです。今回はテイスティージャパンさんとコラボして、私の担当カラーの黄色と蝶をイメージしたこのレモンヨーグルトチーズケーキを作ります。まずビスケットを袋に入れて細かく砕いていきます。溶かしたバターを入れてしっかり混ざるまで袋の上から揉み込んでください。ケーキ用の型に敷き詰めます。敷き詰めるときはギュッと強めに固めるのがポイントです。水とゼラチンを入れて電子レンジで600ワットで20秒加熱します。クリームチーズにグラニュー糖を混ぜていきます。ムラなく滑らかになるまでしっかり混ぜてください。ヨーグルトを入れてさらに混ぜていきます。続いて生クリームを入れてレモン汁を加えます。しっかりとなじむまで混ぜていきます。先ほど加熱したゼラチンを加えてさらに混ぜていきます。しっかり混ぜたらさっきの型に流し入れます。冷蔵庫で2時間冷やします。続いて鍋に水、レモン汁、蜂蜜、粉ゼラチンを入れて沸騰直前まで加熱していきます。先ほど冷蔵庫で冷やしたケーキが固まったらレモンを円形にのせていきます。ゼリーの元となる液体をゆっくり注いでいきます。勢いよく注ぐとレモンがずれてしまうので注意してください。固まったらライムで作った蝶の飾りをのせて完成です。完成したケーキを実際に食べてきました。レモンの風味がさっぱりしていて夏に食べたくなるケーキでした。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。一文字まやでした。